はいどうも、のびりおたぎらりでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらのサンスター文具から発売されておりますニニピーデコをご紹介できればなと思っております。こちらのニニピーデコ、どういう特徴かというとですね、もう一言で言いましょう。一つのペン先に太ペン&細ペンがついちゃってるっていうペンでございます。一つのペン先に二つのペン先がついてる？どういうこと？って思うかもしれないんですけど、皆さんと一緒にこちらの動画見ていただければですね、これ気になりすぎて帰っちゃうかもしれません。わかりません、それは。ということで皆さんと一緒にこちらのニニピーデコご紹介できればなと思います。僕も初めて使うのでチェックしていきたいと思います。楽しみです。ではレッツゴー。はい、始まりましたけども、こちらですね、サンスター文具さんで発売されておりますニニピーデコでございます。まずですね、先ほど言いましたけども、一つのペン先に太ペンと細ペンということで、キャップ開けてみましょう。どういうことかというと、こういうことになります。こちらですね、見ていただければ分かる通りですね、デコレーションペンということになっておりまして、太ペンとこちらですね、本当に僕がよく使っているのはミリペンサイズのペン先がついております。なんと一つのペン先で二つの種類のですね、もうこれだけで絵を簡単に描けちゃうよっていうね、もうデコレーション向きのですね、ペンになっております。こちらがニニピーデコって言われておりまして、実際ですね、こちらのですねシリーズはですね、従来のニニピーはですね、実はこれがですね、この太ペンのとこがですね、蛍光ペンみたいな形でですね、斜めにカットされているようなペン先だったんだけども、よりですねイラストに特化できるようにですね、こういう形の太ペンになりました。それがどういう形で役割を果たすかっていうのはですね、皆さんと一緒に試し書きやっていこうかなと思います。そしてこちらのニニピーデコになるんですけども、なんと種類がですね、色の種類ですよ皆さん、12種類ございます。そして一つのお値段がですね、220円ですね、消費税込みでございます。いろんな種類がございますので、今回ね、僕が紹介するのはこちらのですね、ブラックのみになるんですけども、他の種類ね、気になるよって方はぜひですね、皆さん店頭に行ってですね、買っていただくか、もしはね、いろんな、もしかしたら YouTube さんも上げてるかもしれないので、よかったらね、チェックしていただけるといいのかなと思っております。こちらのニニピーデコ使っていきたいと思います。見た目はですね、結構僕の中では軸が太めになってるのかなと思います。まあ、太い理由としては、ペン先がですね、まあ2つの種類のですね、ペンがついてるっていうのもあって、インクのね、もしかしたらね、出方っていうか、中でね、もしかしたら分けられてるのかもしれないし、そこら辺はちょっと機能性は分かんないんですけども、ちょっと太めかなと思っております。まあ、太めって言ってもね、よくある水性ペンとかと似てるような太さ感で、まあ、絵描いてる人からするとこの太さには慣れてる方も多いんじゃないかなと思っております。そしてキャップ部分に関しましては、透明でですね、ちゃんとですね、ペン先がですね、2本入ってるよっていうのがですね、アピールできてますよね。この辺ニニピーデコさんのですね、すごいアピールポイントをちゃんと明確に透明な部分にしてて、これを中身見れるっていうのがめちゃめちゃいいポイントなのかなと思っております。そしてここにですね、ニニピーデコでね、ロゴが入っておりまして、まあ、後ろはですね、注意書きとか書かれてたりもします。そしてここにね、ニニピーデコブラックってことで、色の表記もちゃんと書かれてますし、それぞれの色のですね、軸がね、ここにね、線が入っておりますので、まあ分かりやすいのかなと思っております。そしてキャップもね、一応ついてるし、クリップ部分ありますけども、このクリップはですね、結構弱いんじゃないかな。まあちょっとね、つけて揺らしてみますね。よいしょ。結構揺れてるので、まあ、クリップあんまりね、必要ないかもしれないですけどね。まあ、たくさんね、文房具あったらさ、筆箱に入れちゃってね、もうそのまま持ち運びすれば絵描けちゃうから、それでいいのかなと思います。あとは素直にね、本当にシンプルな軸感っていうか、白を基調にされておりますので、可愛らしいですよね。絵を描く方っていうのがですね、もう全年齢対象だと思いますけども、めちゃめちゃ楽しめるね。本当に今回黒なんですけど、他の色だとここの軸がですね、めちゃめちゃカラフルになってきますので、それもまた一つの楽しみ方なのかなと思います。では早速ですが、もう皆さんと一緒にですね、もうこれは試し書きするしかないでしょうっていうね、気持ちになっておりますので、試し書きしていきたいと思います。ではちょっと画角をアップします。はい、では始まりましたけども、ちょっとね、キャップは後ろにくっつけようかな。これくっついてるっていうのかな、なんかめっちゃ無理やりはめた感じがありますけど、結構パンパンにキツキツですね。まあ、ここはですね、もしかしたらつけないかも、いや、つけるようかな、つけにくいなっていうのは気持ちがあります。じゃあまずは太ペンの方からやってみようかな。太ペンの方
方で書きたいと思います。じゃあ行きます、せーの、よいしょ。あー、ちょっとねブラックと言いつつも薄めのねグレー寄りなのかなって思います。でもちゃんとですねこうやってですねインクが出てくれておりまして、もう途切れることはないのかなっていう、当たり前なんですけども、結構ね塗りやすい感じになってるかなと思います。ただね、まあ、塗りやすいとはいえペン先がですね2種類あって、ちょっとね邪魔でもありますよ。もちろんねこのホスペンがついてる部分はめっちゃいいのかもしれないんですけども、結構ちょっとね慣れるまで時間かかるかもしれないですね。ちょっと邪魔ではあるもん。文字とか書く部分にはね邪魔になるかなと思うので、本当に絵に特化して大きい部分を塗ったりする部分に関してはいいのかなと思いますね。例えばこうやってね、まあ、ちょっと可愛らしくね、まあ、花を描きましたと、こうやって花を描いた感じで、でもうあとは塗る、真ん中だけこうやって塗るとか、塗る分に関してはですね全然綺麗に塗れるのかなと思います。ただですねこれねあんまり強くしすぎると紙との相性もあると思うんですけども、結構ね裏写りしちゃうのかなって思う心配もありますので、そこは気をつけていただければいいかなと思います。塗りやすさはめちゃめちゃ塗りやすいです。スムーズスムーズ。でもねインクなんかね早くなくなりそうな気はしてますけどね、結構綺麗に塗れてる印象がございます。そして細ペンに切り替えるときはペンを回していただきまして、細ペンを下にしていただきます。そうすると細ペンになりますので、それちょっと細ペンでチェックしてみたいと思います。せーの、よいしょー。あーなるほどね、はい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 。これはねもうグッドアイデアだと思うんですよ。めちゃめちゃアイデアとしては素晴らしいんですけども、なんて言ったってですね頭がバグりそうになる。なぜかっていうとですね、まずこっちの太ペンで思いっきり塗るじゃないですか。その後ねこのまま細ペンでいくとですね、その太ペンと同じ筆圧感でこの細ペン使いそうになっちゃうんですよね。頭がバグります。なので太いペンで使った状態で細ペンに切り替えると、細ペンに筆圧めっちゃかけすぎて細ペン死んじゃう可能性ありますね。そこだけは皆さんね注意していただければいいのかなと思います。それだけね心配なんですけども、それ以外だと結構細くてですね書きやすいかなって、細かい部分はねめちゃめちゃ便利ですね。結構いいかもしれないです。もうめっちゃ可愛くなりそう。こういう形でですね、僕もね細ペンとかねめっちゃ使うんだけど、太ペンが被ると細ペンのペン先見えないわ、ほぼ見えてないので、そこだけはちょっとずらして書かないと書きづらさはあるなと思いますね。ちょっとずらさないとね被ってしまうとちょっとね書いてる部分がちょっと見えなくなるので、そこだけはマイナスポイントなのかなと思います。ただねめっちゃ可愛くないですか。普通にわっこれちょっと白とかあればね、白使いたいなと思っちゃいますけどね。白はないですね、さすがにね。これね絵描く分に関して僕はよく言ってるのはですね、太いのと細いのの強弱をつけましょうっていうのをよくね絵を描くとき言ってるんですよね。ね、それをするだけでですね結構ね絵が上手くなる。絵がね、まあ、初心者の方はですね1個ねランクが上がるんですよね。それだけで、あ、この人絵やってるなっていうのにもなりますので、今回のこちらのですねニニピーデコを使っていただければ、もう自然とですね、まあ、太いものと細いものがもう一つにセットになってますので、これを買っていただければね、なんか自分なりに絵を簡単に描くこともできるのかなと思いました。新たにねこれでデザイン作っていただければですね結構楽しいのかなと思います。ただ本当に先ほど言った通り、もう一本でやっぱペン先慣れてしまってるので頭がバグります。ちょっとデメリットでもあると思うんですよ。2本あるので描きづらさはめちゃめちゃあります。ちょっとね見にくさっていうのはあるのと、あとは筆圧がですね同じ筆圧でやっちゃうとどっちにしろペン先が潰れちゃうので、そこだけは心配だなと思います。それ以外はですねもうグッドアイディア、めちゃめちゃ楽しいです。細さもですね結構細くて、まあこの細さはねいい部分ではございますけど、若干その中間ぐらいのねサイズ感でも良かったのかなっていう気持ち。でも太いのと細いのの強弱をつけた方がよりですねそのね、まあ2本ある意味が出てくるのかなと思うので、これぐらいでちょうどいいのかもしれないんですけど、もうちょっと僕はね細いペンのもうちょっと上が欲しかったかなっていう印象がございますね。でもねこれだと本当にいいとこはいいんですよね。まあ2本ペン先これで1本で解決しちゃうから、これはこれで楽しいと思うんですけど、ちょっとね本当に慣れるまではね時間かかるかなと思います。これ実際両方でできないのかな。両方いけるのか一応いけるけど、ちょっとこれは難しいかな、ちょっと難しいかもしれないんですけど、ある意味新たなデザインとしてはちょっと確立できそうな気はするけど、あんまね筆圧強めですると細ペンの方が死んじゃうので、そこだけが心配。それがなければめちゃめちゃ楽しいペンだなと思っております。ということでですね、今回ねこちらのサンスター文具のですねニニピーデコをご紹介させていただきました。本当にねペン先、一つのペン先で二つのね種類のねペンのねサイズをですね楽しめるっていうのはマジで面白いです。
is good idea だと思います。ね、いいところもあれば、もちろん悪いところもあって、やっぱり、もういいところで言ったら、一本でですね、もう2種類楽しめるっていうのはめちゃめちゃ素晴らしいと思いますし、太いのと細いのの組み合わせですね、絵をね、より楽しくなると思います。デザインの豊富さ、デザインの引き出しを増やすことに関しては、めちゃめちゃいいなと思います。あと、デザイン的にも、このキャップがですね、透明で、中のですね、自分たちが押し出したいっていう、このペン先が見えてる部分も一つのいいポイントなのかなと思っております。ただ一つ、僕が、一つっていうか、デメリットっていうか、ちょっと慣れるまで時間かかるなと思うのは、やっぱりね、ペン先は2つの種類があるので、細い方で書くときにですね、同じとこに太いのをやってしまうと、ペン先が被っちゃうんだよね。被っちゃうと、ちょっとペン先が見えないのは書きづらさに問題があるかなと思うのと、もう一つはですね、色を塗るときもそうなんですけども、太いのからやると、筆圧その太いので塗ってしまって、そのまま細いのに行くと、筆圧が細いのにも乗ったままになるんですよね。そうなると、ペン先ってやっぱね、ミリペンも僕よく使うんですけども、そのペン先、筆圧強強ければ強いほどペン先は早く死んじゃうんですよね。早く死にがちになりそうだな気がします。そうなると結局ね、ペン先ね、2本分ね、1本で2本分なんですけど、1本死んじゃうとさ、もう結局1本じゃん。なんなら邪魔になる1本ついちゃうやん、みたいなことになるので、筆圧のコントロールはめちゃめちゃ大事になってくるかなと思います。そこら辺十分考えていただければ、こちらのニニピーデコめちゃめちゃ楽しめると思います。なんならめっちゃ楽しいし、絵描くのも本当に楽しくなると思いますので、これはね、正直ね、絵描く人からすると新しい発見、使ったことない方にとっては一回使ってみるのはありなのかなと思います。実際ペン先は2本のやつってなかなか見たことないと思うので、ぜひよかったらこのニニピーデコを使ってみていただけると、よりね、新たな絵のね、世界を広げることにもなると思いますので、よかったら使ってみていただければいいのかなと思っております。ということでですね、今回はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひこちらのニニピーデコ使ってみてください。では皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。 See you です。